御堂筋の思い出は、ファンがイルミネーションを用意してくれた、金城壁会、就活中この辺りのビルにスーツを着て行っていた、河野純喜上一が11月3日、大阪、御堂筋で開催された、御堂筋、ランウェイ2024に登場した。上一は、ランウェイを約 1.1km 歩き、さらに2曲のパフォーマンスで沿道に詰めかけた約70万人の観客を大いに盛り上げ、大歓声に包まれた。大阪のメインストリート御堂筋を1日限定でランウェイに変え、エンターテインメントや日文化、パフォーマンスなどを発信するイベント、御堂筋、ランウェイは2024年過去最長となる約 2km 渡って開催された。上一は昔から繊維の街として知られる大阪ならではの企画、ランウェイにメンバー11人揃って登場。ショーのキーワード、リユースアップサイクルをテーマにした装いで、世界に類を見ない約 1.1km のランウェイを歩いた。他のモデルたちが淀屋橋から街へと歩いていく。一方で、上一は街から淀屋橋に向かって逆走する形で、北上。15分ほど歩いたランウェイを楽しかったと口々に振り返りつつ、リーダーの与那城進は、こんなに長いと思わなかった。と笑顔を見せた。そして、御堂筋の中央に設置されたメインステージに上一が集結。5月にリリースし、上一の持つ明るく強いパワーを象徴する楽曲、ラブシーカー。さらに、上一がカバーリリースしている浜田雅功と小室哲哉のユニットハジャングル with T の Wow All Tonight 時には起こせよ、ムーブメント、上一バージョンの2曲を披露。楽曲終盤では、ステージからランウェイに走って飛び出すパフォーマンスも見せ、大きな歓声が湧き上がった。MC の今田耕司から、御堂筋の思い出はある？と聞かれると、メンバーのうち5人が関西出身であることに触れ、大阪出身の金城壁会は、御堂筋の冬のイルミネーションで、ファンの皆さんが僕のためのイルミネーションを用意してくれたんです。と話し、一同を驚かせた。また、奈良出身の河野純喜は、オーディション参加前に就活していて、この辺りのビルにスーツを着て行っていました。と意外な思い出を明かした。11月23日からは、いよいよ今年初の単独ライブツアー、上一出る場2024、Wherever We Are の開催を控え、川尻蓮は、絶対に後悔させない、ワンダーなショーになっているので、ぜひ来てください。と意気込みを語った。C、ラポンエンターテイメント上一オフィシャルサイトハットプス、joh.jp/